の体験から終えていかがですか？ですね、もう自分の所感としてはこんなに真剣にねプレーしていただけるというのが、まあ、ある意味はこちらが緊張してしまうというかね、本当にドキドキしながら見守るしかないっていう。でもまあ満足していただけたかな。正直すごく緊張して見てました。藤田の方々が体験して帰られた時に嬉しそうな感じで帰っていただけてた方もたくさんいらしたので、とても安心しました。まずは、遊びに来ていただいてありがとうございました。私たちもすごくいい刺激になりました。やっぱり来ていただいたお客さんは私たちもそうだけど硬かったかなと。でだんだんプレイしたりとかお話しする間にだんだんこうほぐれていって、最後には皆さん笑顔で帰っていただけたのがすごく印象的です。ありがとうございました。ではこちらどうぞ。はい、皆様プレイを直にご覧になっていて、はい、どうでした？そういう上手くてというか上手すぎてびっくりしたっていうのがもう本当正直なところ、なんかね、ちょっとある意味異常だぞっていうか、なるほど、すごいリテラシーが高すぎるぞっていうのはね感じました、ね、いやそれ今日プレイしていただいたのが序盤なの で、はい、主人公は合理なんですよ。合理性っていうかね、自分が立ち向かうには大きすぎる脅威に立ち向かうときにはやっぱり合理性を重んじなきゃいけないみたいな感じで入っている序盤がその感じで、うん、まあ、ぶっちゃけ最初はちょっとなんだこの主人公ってなるところから共感、あ、なるほど、共感が生まれていく、はい、育てるような気持ちでね、こんな何も感情がなかったようなやつが人に影響されてこういう風に変わっていくのだみたいなところで、自分もちょっとこうそれをなんか応援というか何とかしてやりたいなこいつみたいな気持ちになってほしいなみたいな、そういうことをまあ意識して作った、まあ、シナリオというかそういう構造だと思ってます。ヒョウっていうキャラクターって、はい、本当に最初はまっさらな主人公なんですよね、このヒョウ。それはもう本当に人に影響されてどっちにも触れていくっていう、まあ、先のストーリーでも面白さであるっていうと、そことしなんていうかシンクロしてほしいっていう感じで言うと、こんなことでいいんだっけっていう、なんか最初は違和感の塊の中で、 でもこれでいいんだっていう、なんか倫理観とかそういうことがいろいろだんだん麻痺してくるプレイヤーもなんかだんだん おかしくなる感じみたいなあ、うん、けどシナリオはまだ謎に、もう謎も謎ですよね。そうですね、はい、うん、まあこれはまあこういう機会なので、はい、あれを話させていただくと、もうこれはこういう物語でこういうふうに帰結するっていうふうに最初に決めて始めてないんですよ。主人公はどこに行くのかなみたいなのはずっとはっきりしないというかね、不明なまま進んでいったけど、だんだん集約されて途中で気づいて、主人公はなんていうかここに帰結するためにこういう物語があったのかなみたいなところを発見してっていう、そういうストーリーで、まあ作ってる側もこの話はどこに行ってしまうんだろうみたいな不安感とともに作り上げていたら、達成に行き着いた結末みたいなところを用意してあるので、うん、ぜひなんていうか楽しみにしていただきたいな。そうですね、そこはね、そこを今アダコーラ、そこは言っちゃ語っちゃまずいそこは何で勝負できるのかな、自分たちで言うと、まあ、自分たちらしさ、まあ、荒削りであろうけど、うんうん、他にはない新鮮な驚きとかね、うん、そういうことができるタイトル、まあ、そこに注力していこうというのが現れたかなと思います。強烈に現れてますよね。ありがとうございますいや、うん、いや特にその今日皆さんプレイされてその薬師と戦ったかと思うんですが、大人数で取り囲んで、しかも
ちょっとこうマンモスを飼ってるみたいな、あのガチンコでやったらこっちなんか負けちゃうけどう、ね、みたいな、いっぱいいるからみたいな、ね、でもマンモスっていうとまさに自分よりも強い存在、はい、脅威となる薬種というのは本当になんていうか強いので、脆弱な人間の体で立ち向かっても、なんていうか部がないっていうと、そこは何でっていうと人間の数、人間というのは無尽蔵にいるその数で、うん、その強力な役所を抑え込んでいくみたいなところは企画書にも書いて、まあ、そのあたりが、まあ、ゲームデザインにも織り込まれているという感じになりますね。憑依できる人数がとんでもない数いらっしゃるじゃないですか。あれは本当に全員憑依できて、そのままなんかムービーも人によって変わってた気がするので、おなんかすごいなってびっくりしました。ちなみにど何名ぐらいいるんですか。何名だっけな、でも数百なのは間違いない。数百なるだけそういう誰にでも自由にっていうところを確保しようみたいなところではあって、まあ、おっしゃられた通りカットシーンでキャラクターが入れ替わっても、はい、うん、そこは維持されるっていうと、実は身長が違ったりするので、あ意外と調整大変だったりしたんですけど、はい、まあ、そこはあのスタッフ頑張ってくる。なるほど、はい、今回山岡さんともタッグもあってさっきダガーなんか言ってましたが、はい、なんていうかな、気が合うというよりはやっぱりちょっと違うことをやりたいよねみたいな部分で、なんかすごくこうシンパシーがある中、まあでも知ってる人は知ってるけど、ちょっとウェットなのも得意でっていうと、なんなら歌謡曲的なのも実は好きでとかは僕は知っていたので、なんかちょっとそういう違う一面の山岡明とかもここではぜひやっていただきたいなみたいなのはすごくうまくいったんじゃないかな。そうですね、やっぱあの歌、はい、そうですね、オープニング今日は見ていただけたのかな、皆さん、ね、皆さんご覧になって多分どんしっかり、いいですよね、僕もめっちゃ好きなんですよね。皆さんいかがでした、良かったですか。拍手でじゃあすいません、なんか憑依してるわけではないんですがはい、ありがとうございます。例えば根本さんからはですね、あのダークな世界観とかクーロンの街並みとか、あとアザ赤モートさんですね、これは空論城を探索できるっていうのがもう夢見てたけど叶っちゃったとか、アジア圏のアクションが楽しみだっていう、ハイスピードアクション楽しみみたいな、もう皆さんまず空論の街、はい、気になってんなっていうのが伝わってくるんですが、まずそこから伺ってもいいですか。はい、なんか、まあ、私自身香港に初めて行ったのって2000年代入ってからなので、はい、いわゆる、まあ、空論城ももう解体された後だし、街中にすれすれ降りる飛行機っていうのが名物だったけども、はい、それも移転した後で、はい、まあ、それでもやっぱりネオンの看板とかうわっとあって圧倒されたけど、昔はもっとすごかったみたいな話聞いてて、あーってなんでその頃来なかったんだろうなみたいな、いや来てみたかったなっていう、じゃあ自分の作るゲームの世界で、うん、そこに行けたらいいかもなって思ったのは今作のきっかけの一つではあったんですよね。あ、なるほど、うん、そういういかがわしいスポットの、まあ、究極が空論城っていうのはあると思うんですよ。空論ってなんていうかね、もう現実のカオルーンとは別のなんていうか、もうみんなのロマンの塊みたいな街があるというか、僕が今回はあの描いたのはそっちのロマンの塊の方の空論っていうか、それに近い発音のカウロンっていう街に設定させていただいてっていう、なんかロマンの塊です、本当に。あ、ではですね、ボーカの佐藤和信さんと、はいすいません、急に来た、あとはですね、はい、大倉純也さんがご参加いただきます。いや、もう今日がっつり皆さん遊ばせていただいてるんですけど、ドキドキでしたよ正直。なんかでもね、聞くと、はい、実際はプレイされてる皆さんの方がドキドキだったみたいです。はい、そうなんですか。後ろにずらっている、いる、あ、そうですね、見やすいですよ。にくいです、確かに。まあ、確かにあれは。サイレン的なエッセンスを継承した何か新しい作品がみたいなことを。の考えてひな型ができたかなっていう頃に、
独立してあーなるほどっていう形ですね。あーはーはー、じゃあ足掛けじゃないですけどこうずっと構想がありながら結構長いです。ぼやっと考えていた期間を考え、まあ、だから薬師以外にも候補は何個かあったんですよ。ああこれもいいんじゃない、あれもいいんじゃないみたいな。あそうなんですね、語るとすごい長くなっちゃうんであれなんですけど、簡潔に簡潔に言うと本当無理難題なんですよ。だっていや無理難題ですよ。もうそめちゃくちゃ簡潔に、その辺のおっさんとかおばちゃんとかが戦ってもかっこよくないじゃないですか普通に考えて。弱いしで弱くあってほしいって言うんですよ、弱くあれと数で戦わなきゃいけないから、いやそんなんやっても面白くないしなっていろいろあって、なるほど、そうあーだこうだ考えた結果がこれです、うん、いや普通に聞くともうプログラマーとか発狂するような内容なんですよ。なんでモブプレイヤブルなのみたいな。そうです ですね具体的に言う と、はい、マフィアとかにたまたま憑依すると拳銃を持ってたりとかでラッキーとかそれはさすがに計算ができないからってあの血の力っていう概念を入れようっていうのは僕ら なるほど、はい、ちなみにですけど僕その頃違うアイデアで考えてたのは、はい、カンフーを覚えて、カンフーありましたね、ジャッキー・チェンの映画を見てこれだっつって表記が、うん、あの乗り移っても技は継承してるからおばちゃんとかがあった、ね、ありました、まあ、全く怖くもなんともないんであの ボツになったんですけど。なるほどそうです、ね、あの富山同様ちょっとアルコールが大好きなキャラクターが最初水拳でいいんじゃねって言ってたんですけど、いや水拳の人に取り作って想像ができないですけれども、そうですね、背景チームがすごく頑張ってくれてまして、あの結構細かいところになんとか ネタじゃないんですけど、あの本当あこんなもん作ってんだとか あるんですよ、いろいろとちょっと目を向けていただけたらいいかなって思ったりしますね。 あえてゆっくり、そうですね、あえてゆっくり、うん、なんか憑依してでもう、はい、ブワーって移動することも実はできますもんね。そうですね、そういうことそこを頭切り替えると急になんかあれなんかなんだこのゲームって。そうですよね、はい、なんでしょうね、まあ、人を物のようにリソースのように使い捨てていくっていうところがあのすごくえぐいじゃないですか、はいはい、でもこれ不思議なもんでプレイしていくと麻痺していくんですよ。麻痺、あで本当にこれでいいの問いまでいかないですけど、うん、まあ、実際この価値観って何なのみたいなところまでは、うん、あのちゃんとこう表現できてると思うので、うん、まあ、その辺もぜひ後半までプレイして見ていただきたいなと思ってます。自分が何か感じることがだんだんとこう、そう最初は、ね、ほら抵抗あるじゃないですか、はい、もうだんだん何も感じなくなっていくんですよ。これはあのユーザーさんに刺さると思う、この気持ちはって思って。うん、なるほど、まあ、ぜひ最後まで、ね、最後までやっていただきたいですね。富山さん最後にでは注目ポイントとは、はい、機能でいうとやっぱキャラクターなんですよね。なんていうかキャラクターに感情移入というか、これは自分の分身だと思って もらえるようでなければやっぱり物語って成立しないと思っていて、まあ、その中で、まあ、なんていうかな、単なるゲームのコマっていう、うん、なんかそれを超えたいなと思っていて、本当になんていうか こいつのためになんとかしてあげたいなってプレイヤーが思えるような、うん、そういうキャラクター劇っていうところは、まあ、自分の責任範囲としてすごい気合を入れたと思っているので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思っています。いや、ありがとうございます。特に薬師のキャラクターってめちゃくちゃ難しくて、はい、憑依されてないときは一般人なので、はい、街中を普通に歩いていても問題がなくないといけないっていう、はい、あのなんていうかな、結局ねやっぱり顔、はい、顔だなと思った。あの吉川さんに書いてもらって、やっぱり主人公の顔が描ける人ってなかなかいないなっていう、それありますね。なるほど、あってなるんですよ、うん、やっぱり上がってきた時に話してる時も誰、例えばこんな俳優さんこんな俳優さんって言うじゃないですか、はい、わーってみんな言うんですよ、はい、まあ、当然困るんですよ言われてる方も、うん、だけど吉川さんの場合はそこをうまいこと全部まとめて、おこれだよねって、あっていうところがね、本当すげえなと思いましたよ。でも確かにジュリーとかは普通にいてもおかしくなさそうに感じるんですけど、めちゃくちゃ個性ありますよね。もう彼女目力強いですよね。強いですよね。
まあ、僕としても僕まあシナリオとかを今回やってるのてか、まあ、吉川さん の, そのキャラクターの強さに負けないシナリオにしなければというか存在感みたいなことはすごくなんていうか焚きつけられる感じっていうかね、はい、まあ、そういうのいいコラボレーションだったかなと本当に思いますね。もうぜひこれはねゲーム中でもそうですし、うん、限定版にね特典があったりとかもしますし、はいはいはい、ちょっと見たいですよね。ぜひぜひ、はい、でも造形って意味だとですねやっぱりそこにあるあ薬師の造形がすごいこう、うん、虫とこれちょっと本当どぎも抜きまれていて、これ米山さんっていう造形師に作ってもらってるんですけど、はい、もう彼しかもう持ち運びできないんで怖くてこんなそうですよねあのもうすぐ完成だっつってるんですけどこれまだ完成途中なんですよね。待ってよちょっと待ってください 1年はやってるからアップグレードされるんですけど今回やばいっすね、はい、すごいさすがに完成間際ってこともあってですよね。ただ本当にちょっとした首のかしげ方とかで何か意思のようなものとか急にこう感じる、うん、あの後ろにね、うん、尻尾のようなものがありまして、はいはいはい、その先に人の、うん、はい、もう吸い殻みたいななんか皮みたいなついてますよね、はい、ぶら下がってるんですよね、はい、これがまさにその擬態していた中からそうそうそう意味はありますよこれ、はいはい、まあ、コンセプトデザインでだから、体内に潜り込んで擬態している生物が危機を感じるともう人体の体液を全部吸い上げて膨張して巨大化してっていう、うん、まあ、文面で書いていて、はい、まあ、そこが難しかったんですよね。あの説得力を持たせる理由と、うん、細い体のクリーチャーであろうなんだが巨大で力強いって、うん、割と難しくて、そうですね、はい、確かに、まあ、米山さんの作品これこういう感じだよっていうのがあって、だからちょっと連絡取ってそうそうそう、もともとこういうテイストというか、はい、作られる方なんで、うん、米山さんと実際お会いしてあれで言うとおもちゃの話でめちゃくちゃ意気投合して、おもちゃ変形系ですか、それもしかしたら、やっぱり僕トランスフォーマー大好きで、トランスフォーマーですねまさにね人間にこうトランスフォームしてるわけですよね。もうでそういったギミックの話が盛り上がって、うん、だから実際プレイしていただくと、うん、あーってこんなギミック入ってんだこのこれクリーチャーってなると思うんで、あ、そうなんですね、はい、トークショーの終わりの時間が近づいてきました今日は、ま、休み中来ていただいて本当にありがとうございます。いろんな方に伝えていただけると本当に嬉しいんで、よろしくお願いできればと思います。ありがとうございました。他のメーカーさんでは作れないよう作らないようなものをこれからもどんどん出していきたいなと思っております。でそのためには皆様の温かいいろいろが必要なので、ぜひともよろしくお願いいたします。買ってくれと、そういう、いや、広めてでしょ、広めていただくと、もうなんていうかもう感謝しかないというかね、もうわざわざこんな本当に連休のいい日に ここに足を運んでいただけるって、ね、これメタファーでもないしこの対談いやいや、ね、メタファーはこの間対談ですから、ね、対談はしたけどさもう感謝しかないです、本当にありがとうございます。もう本当にありがとうございます、そういった皆様があってこそで、で我々も本当作らなければというモチベーションに直結しておりますので、本当に今後とも、まあ、今作も含め今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さんへメッセージをお願いします。はい、なんていうかね、多分未知数だと思うんですよなんていうか、でも触っていただくことでなるほどこういうことテーマがやりたかったのとかね、豪華ゲームスタジオこういうことをやりたかったのかと納得していただける、そんな作品、めっちゃ楽しめる作品になっていると思います。ぜひプレイしていただきたいと思います。スタッフ全員で丹精込めて作りました。他のゲームでは、まあ体験できないことを実現できたと思います。なのでぜひとも手に取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。この豪華ゲームスタジオにとって初の作品、略してスリッターヘッドなんですけど、
私たちこれからも、まあ、今回のようなちょっととんがって他のプロダクションさんでは作らないような、作品をこれからもどしどし作っていきたいと思ってます。でもそれには皆さんにご購入いただいて、次も作れるようにしていただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。